で、それでは、今ラウンド終えました、大会終わりました、ゆうきつろうでございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、まずね、2日間競技しました。支配の試合いかがでした？いや、ほんと疲れました。今日は上がりが3年で僕ね、いつも思うんですけど、今、いつも笑顔ですから。あなた、いつも笑顔。もう、泣いてきました。18番泣いてました。悔しいながら泣いてきて、1回泣いてます。涙乾いても笑顔になっちゃった。でも上手ですよね、久しぶりの試合。こうやってまだ無観客ですけど、マリーからプロが試合ができるっていう、喜びみたいな気持ちなんですか？本当にありがたいですね。うん、でも試合じゃないと、なんかこう、自分の実力試せないっていうのが、分からないと思ったら、うん、ある。で、まあ、今日、また自分の下手そう。いや、まあ、確認してきました。実は自分のじゃなくて、妹が使わなかったやつを自分が。ちょっと皆さんご存知です。知ってますよね、ご存知。あの、妹さんはリュウリツコプロでございますよ。え、りっちゃんが、はい、使わなかった。ちょっと待って。でもめちゃくちゃでしょって思いましたよ。ずっと良かった。いや、ずっとですよね。スタートの時僕らも見てましたし、内緒でしたし。で、まあ、スライドをちょっと曲がっちゃいましたけど、これがすごい使ってるんですよ。不思議。SR、SR。長さはどうされてるの？長さ 45.25 です。これは、妹さん、リュウリツコの使用と長さのまま。そのまま。違和感なかった？これ言ったらさ、めちゃくちゃ良くて。なんかこう、合わせるとかではない？じゃなくて、もうなんか、打ってくるような感じが感じられて、何ですか、この血のつながり。そんなことあります？そうなんですよ。ここは僕もいきます。あ、ほんとだ、だいぶ血がついてますね。大丈夫かな？いやいや、でもじゃあこれは、これはお店の、はい、借り物ですね。借り物しようかな。これはじゃあちょっと置いて、終わったらもずっと本間さんのやつ。あ、本当だ。これは本間の？もうだいぶ前ですね。何な、うん。なんでこれをこう使う？いや、なんかこれ、なんか構えた時の顔が好きで、これをずっと手放すね。チームシャフト？シャフトはですね、65の X。はい。これなんか、あの、ベルウッドだから、はい、こうしてこう固めにしてるとか。元々って65の X だったんですね。ちょっと65の X が。でもそれでも全然 OK。 いや、それでも、今これが、5番ウッド。5番ウッド。で、5番ウッドの下がユーティリティ、3番屋の代わりのユーティリティ、22度。いや、これ、そうです。そうです。そうです。
何なんですか？基本からはこの 737V を使ってるんですけど、 V ですね、うん、だいぶ使い込みすぎて、これ、まあちょっと傷がついちゃってますね。あ、すごい、はい、もう本当にずっと一本のなんか、まあ、これだと思ったらそこをそう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 追加しないとグリップも一般の感じグリップも今回変えようと思ったんですよ。でもやっぱ自分が見てるとね、結構変えたいなって。でもよく言うじゃないですか、あのパターをボロボロになってきました、はい、でもそれを変えるとなんかいろんなバランスがあるんじゃないかっていう、ちょうどこのね、削れた限りの肉の雰囲気がね、そこがそう見てるっていうか、あは逆なんですよ。本当は逆なんですよ。いいですよ。あの新しい時代を変えるとそうですね。やっぱり。キーボードもだいぶ変わってますね。本当だ。やっぱ語ってるところがやっぱね、プロですよね。このここの部分がね。これ見せるとですね、アマチュアの人はビビってくれるんですよ。なんか違う。いや、それなんか違うって言ったらそうですよね。ここ、芯ばっかり打ってるってことですから。すげえ、これ嫌いだったりする。ちょ、リュウ君、これまさか自分で削ってないんですよね。言われました。これ10円なんだ、これ。違う。ねえ、で、これ、ウェッジがピッチング727V なんですよ。それまで、去年のヘア PGM まで737同じシリーズ使ってたんですよ。はいはい。ピッチングだけ、こう、へこんじゃって、あ、もう使いすぎて、ね、もういや、さすがにこれダメですよと。だって、僕大丈夫ですって。打ったら座りやすいんですよ。いや、それはしますよ、それは。で、なんで、ピッチングだけ前のやつに変わる。でも、それなぜか前のやつに変わる。いや、新しいのいただけるんです。いや、ちょっと、メーカーさん、どうにか。どうにか。でも、やっぱり昔のよく、ね、よりよく使い続けられるっていう技術があるから。変えるタイミング、今年変えようと思ったら試合なかったじゃないですか。あ、そうですね。でも変えるタイミングを失って、もう溝ないですね。ほとんど溝ないです。すいません、ちょっと町工場の方ご連絡いただけあのだけでも削ってくださるっていう方、新品はどこにか町工場のクラウドファイクリックリックもね、テッカテカになっちゃう。ちょっとリッチャー、リッチャー、あなたもうお兄ちゃんにも苦しんでるから頼むよ。で、これだけです、変えた、パパが変えたんですか。エリートさんですね。エリートさん、すごいエリートのこれね、こうですよ。これ元々なんか網目のやつを使ってたんですよ。はいはいはい、はいはい、そうですね。これなんか自分当たり所が悪くて落としちゃったんですよ。結構めくれちゃったんでこれにしてもらいました。当たりどころが悪かったんで、ね、ただ単に自分が担いでる時に落としちゃったんです。当たりどころじゃなくてただ単に落としたんです。それでなるほど、別にパターやってて自分のフィーリングで違うなんじゃなくて、たまたま落としちゃって、あれ壊れちゃったなと、じゃあ、そういうふうにしてください。いや、どういう買い方なんですか。今日ずっとね、アプローチの練習のところとか、バンカーの目玉とかって、ね、映像撮って、撮ってました。撮ってました。撮らせていただきました。一発目出なかったんですか。一発目出てないと思ってました。あ、本当ですか。実はだから、あれも、あ、ただこれが出ない、今日のちょっと濡れたバンカーの穴みたいなことを自分は9番ホールで、はい、本当にゴルフ始めてこんなに目玉になったことがないのがすごい目玉になった。えぇ、ー、びっくりしました。もうアドレスは取れない。いや、まあこんなきっとリュウプロのキャラクター知らない人いっぱいいましたよ。改めて
カメラに向かって最後にちょっとゴルファーにメッセージを。今日は、まあ、あまりいい成績じゃなかったんですけど、これからまた頑張ります。応援よろしくお願いします。哲郎プロでございました。ありがとうございました。バッテン。